この動画ではごぼう茶の作り方、焙煎して作るごぼう茶の作り方と具体的なごぼう茶の美容効果、健康効果について、あの科学的説明も踏まえて説明していきます。とまずごぼう茶の効能として、あの乳がんの先生、南雲先生が説明しているあのごぼう茶の効能は、肌の老化を防ぐ、脂肪やコレステロールを洗い流す、脂肪の吸収を抑えて太りにくくなる、肌荒れシミを改善する、足や顔のむくみがなくなる、冷え性を改善する、便秘が解消する、風邪をひかなくなる、血管をきれいにする、がん、脳卒中、心臓病、糖尿病を予防してくれるなど、さまざまな効能があると、あの彼がブログに書いてるんですが、彼はあのアンチエイジングのお医者さんとしてもすごく有名で、よくテレビとかに昔出てたなって思います。で、あのインターネットで多分彼のごぼう茶とかも販売されていたかと思います。でも私は今カリフォルニアに住んでるので、まずごぼう茶とか売ってないし、自分で作るしかないので、自分で作り方を調べて作っています。ごぼう茶はあの高麗人参とか朝鮮人参と同じようにサポニンを多く含むので、高麗人参が高くて買えないっていう人とか、あと高麗人参の味が苦手、私はそうなんですけど苦手っていう方にもおすすめです。と結構中国では精力増進とか、あと男の人の健康のための薬としてもごぼう茶は使われています。またごぼうの種のごぼう子というものも漢方では重要な漢方薬の一つで、あの滋養強壮効果が強いと言われています。ごぼうとか人参はもともと土の中で土の栄養をあのよく吸収して育つので、栄養価もすごく高いです。で、食物繊維、イヌリンが水溶性食物繊維と不溶性食物繊維がごぼうには両方含まれるので、あの腸の掃除をしてくれます。こんにゃくも食物繊維豊富なんですが、調理するときにあのこんにゃくの油炒めとか煮物とかって塩分と油をすごいこんにゃくって吸収するんですね。だからすき焼きでダイエットしてる女性とか、こんにゃくばっかり食べる人とかいるんですけど、あれは無意味ですね。あのお肉の脂肪もカロリーもあの添加物とかも他の野菜のあのこんにゃくが全部吸収しているので、一番良くないものを食べているようなものですね。で、これは高麗人参です。旦那のおばあちゃんが台湾人でくれたんですけど、すごい生理が来ない時とかにこれをちょっと一本だけ煮出して飲んだりしたら即生理が来ます。それぐらいあの高麗人参のサポニンって超強力です。で、ごぼうにもポリフェノールが含まれるので、ポリフェノール、サポニン両方含まれるので、あの高麗人参が苦手っていう人もごぼうを普通にごぼう茶を飲めばいいと思います。で、私があのお茶を作るのはごぼうだけじゃなくて、ハトムギとか、あと小豆もいってもあのお茶になります。小豆茶、ハトムギ茶、あと腸内環境を良くしたいっていう人におすすめなのが、あのこういう小豆茶もカリウムが豊富でむくみ解消にすごく効果的です。で、ハトムギもコーンの仲間で、水分代謝の排出を助けてくれるので、どちらもハトムギも小豆も、ご飯に入れて炊いたりお茶にするのもおすすめです。で、なんでフライパンで焙煎していくかっていうと、焙煎することでごぼうの皮のえぐみとか土臭さが消えるので、香ばしく美味しく飲めるようにもなりますし、あとごぼうの皮に含まれるポリフェノールとかサポニンとかの力も焙煎することでより強力になります。なので健康面でも味の面においても焙煎する
こういうふうにごぼうをささがきにしてまず乾燥させます。私はオーブンで焼いてもいいと思います。180度で10分くらい乾かしてもいいと思います。梅雨の時期とかだと乾燥させてたら野菜ってこう生のままだと中の酵素が働いて発酵が即進んでいくのでささがきにしたらちょっとオーブンで180度で10分ぐらい焼いて焼いてから乾燥させる方が絶対にカビなくて安全です。でこれはちょっと中火でゆっくりちっちゃくなるまで焙煎していきます。でごぼう茶は煮足して飲んだ後に卵焼きとかに入れて茶殻を利用する方もいらっしゃるそうです。私は結構めんどくさがり屋なのでそこまでしてごぼうを摂取しないんですけど、ごぼう茶だけでもすっごい効果がありました。だからこの動画を作ってちょっとみんなの役に立てればいいかなと思って作っています。あとメンタリスト DAIGO さんが昨日の動画でおすすめしてたのこともちょっと述べようと思ってて、私は普段キムチがすごい好きでよく食べます。でこういう瓶入りのキムチよく発酵して瓶を開けた時にシュパっていうような 本物のキムチを買って食べています。キムチも便秘解消効果もありますが発酵食品なのでメンタルヘルス脳 の健康にもいいのでいろんな発酵食品食べることをおすすめします。納豆とか甘酒、キムチ、あと私は美容ワインとかそういう菌が生きてるワイン、オーガニックワインとかも飲んだりするんですが、あと黒酢ですねも発酵食品なのでとてもいいです。日本酒も一応発酵食品なので美容にすごくいいですが糖質が多いので飲みすぎには注意です。で良質な油はナッツ類から取ってます。ナッツとかアボカドとか、あとですね油は結構炒め物するときに入れるとすぐ酸化しちゃうので基本何でも作るのノンオイルで作ることをおすすめします。きんぴらごぼうもノンオイルきんぴらごぼうとかで検索したらクックパッドでノンオイルで作る方法がいっぱい出てくるのでそちらで作る方をおすすめします。オイルを賢く摂取されたい方は直前にかける、酸化しないようにちょっとエゴマオイルとかオリーブオイルを食べる直前 の納豆ご飯とかあとサラダとかにかけるのが一番おすすめの方法です。ちょっと今中火ぐらいがおすすめですね。中火かちょっと弱火ぐらいで、で煎った後フライパンが炒みやすくなるのでオリーブオイルとかごま油を塗って1日休ませてあげることもおすすめです。参考になれば嬉しいです。ではこれからこれがちょっとちっちゃくなるまで丁寧に煎っていきたいと思います。